はい、今日は豪華ゲストをお招きしてコントロール対決行ってみよう。これは大場さんのチャンネルです。オッケーオッケー、コントロール対決。バフバフバフ、いいぞいいぞいいぞ、わわわわ、いいぞ。長い。皆さんこんにちは、野球チョバルモコです。はい、はい、バックス TV バックスです。はい、どうも笠原将棋です。こちらです。はい、今回はですね、アスカ、はい、元プロ2人をお招きして、はい、まあね、コントロール対決をしようかと。そうなんですよ。もうこれさ、元プロやから、まあ、もちろんね、精密なコントロールこれで生きてきたはずだから、はい、まあ、元々2人ともね、めちゃくちゃ精密なコントロール持ってるはずだから、はい、ちょっとね、僕らと、まあ、対決してもらおうかなと。そうですよ ね、まあ、まあ、僕らが勝つっていうことはないじゃないですか、うん、そもそも、まあ、間違いなくね。待った。どうした。俺たちはプロ野球で2人ともコントロール悪いで有名だ。なのこ、え、パワープロで何だったコントロール F F やかんやん。いやでもね、まあ F を F を、ね、G じゃないからね、うん、G じゃない、そこは誇りに思ってますよ。それはスタミナ、スタミナ、スタミナ D。 一応ロングリリーフやつからね。やべえ、はい、パワープロの査定を今回は覆したいと思います、はい、なるほどですね。そうそうそう、はい、言うても僕らよりはもうはるかにすごいじゃん。そう、間違いない、間違いない、はい、まあ、今日はね、この企画でね、うん、我々をね、F から E に、そういうことです、なろうとね、なりたい。そう、コナミさん、コナミさんお願いします。コナミさんしっかり見てる。いや、俺は無理だけど。あの、え、ルールはどんな感じでやるんですか。まずピッチャーマウンドからあそこでコーン立ててるんで、はいはい、あそこに狙っていきます、はい、で、次は、30m から行くか。25、まあ、1メートルまでいいんじゃないですか。1メートルも刻むね。1メートルバーンって。あと10分15分ぐらいしか時間ないよ。5メートル、5メートル刻みで5メートルぐらい行きましょう。そうそう、で最後に誰が当てたかっていう、はい、で俺らがもし勝ったらなんかプレゼントしてもらうか。そうですね。俺のチャンネル、スピードは、スピードはもう関係ない、関係ない、不安でも、もう不安でも、なるほどなるほど、ただのただのサンボールでもいい。ああ、TDA のボールでも大丈夫。 TDA おい、先輩バカにしてんな。いいえ、バカにしてないっす。大場さんの先輩やからね、高校の大先輩、大丈夫、いいえ、やっちゃうね。じゃあコントロールキング開始したいと思います、はい、それでは動画をご覧ください。よろしく。よし、いこう。誰から行く。それではまず一人2球で 18.44 から行きたいと思います。ルールはですね、一周みんな、投げて、もし2人当たりますしたら残りの2人はもう脱落、うん、そこから残った2人でサドンです。なるほど、ということで、いいか、はい、一回り目大事ですよ。よし、順番はどうする、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 どうすか。最初はグー、じゃんけんポン。僕最後で。最初はグー、じゃんけんポン、はい、こでしょ。最初はグー、じゃんけんポン、はい、こでしょ、はい、こでしょ、はい、こでしょ。3番で。じゃあ2番で。1番まず一発目当てちゃって、あのプレッシャーかけるからね。よし、いくよ。オーケース。さあ笠原将棋、さすがにこれは当てれるでしょ。コントロール F、 さすがに、50嵐、それ五十嵐。さあ1球目、嘘、うわおお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 。あ、1人2球か、1人2球、1人2球、あと3センチだった今、あぶねえ。2球目いきます。わーわーおい、マジか、くそ、ま、下だったけど、下だった、やばい、オッケーオッケー、プレッシャー、プレッシャー、プレッシャー。いや、おばさん、商売やったらどうなるんですか。商売もう、OK、ギリオッケー、ギリオッケー、当てればオッケー。あ、なるほど、ラインラインをたどっとけばオッケー。いやー、コントロールいいな俺。さあ2番行ってきます。コントロール F、 おいいコース、いいコース、いいコースよ、いいコースっすわ。おばさん、ここ当ててください。ええ難しいっすわ。さすがよ F。 こんなもんですか、おばさん。僕の憧れたおばさんは一発でいきます。お気に入っちゃダメよね。そうですね、腕振らない。
わあ、だったー。え、わあ、え、今当たったっしょ。あれ、跳ね返りはダメ。ダメだろ。いや、持ってますわ。持ってるっすわ。今の持ってるっすわ。裏から裏から。あ、逆にね、それを狙ったのね。逆。あ、渋い。渋いやろ。でもダメ。おい、しっかり当てるぞ。ちょっとね、あの、ちょっと。ワンバンでもいいんだから、別に。そうっすよね。そうっすよね。ノーバンで当てようとするから難しいんだ。もう僕がちょっと一発当てますわ、もう。はい、とりあえず向こう脱落。とりあえずバーンって僕ね、一球で当てるんで。ちょっと、俺の。俺でも笠原が勝利で勝ったんです。うん、おお。カメラマン危な。ちょっと。人殺しに来ます、あいつ。大阪からわざわざ来て。人殺してます、あいつ。ねえ、ちょっと。決勝トーナメント誰かとやりたいよ。やばい、今思いっきり引っかかった。やば。これやばいぞ。殺人鬼。一撃優勝。落ちがないけど優勝。デッドボールや今。じゃあとりあえず投げられ。ちょっと。でも企画ボックスもらえるか。あのさ、ユーチューバーとしてさ、みんなさ、あの俺の中で4人中2人3人ぐらい残って決勝トーナメント盛り上がる予定が何してんのっていう。じゃもう一球さ、チャンスちょうだい。そうですね。もう一球だけ。お願いするときは。いや、お前なんだ。いや、俺、いや、当てたもん。確かに。別にいいのやんなくて。どうしますか。この瞬間 18.44 キング俺になっちゃうけど、どうする。くそ。あんな緩い球でよ。もう一回やりたいです。笠原さん、もう一回お願いします。仕方ないよ。石橋貴明より。俺が行く、俺が行く。俺が行くぞ。じゃあ俺、俺シードで。でも全然投げられへん。行って。やばい。よし。1球でいいよね。1球で。1球で。男にもう2球とかないっしょ。いや別に2球でもいいけど。1球でいいか、1球で。プレッシャーかけてるわ。おい、アップすんなよ、おい。マジなんて。引っかかってるんですよ、なんか。3人投げたら1球、1回ぐらい当たるでしょ。マジかせよ。よいしょ。ねえ、ちょっと決勝上がってきてほしい人がさ、やばい、これお蔵入りだ。ワンマンでもいいっすね。え、おいおい、ルール的に大場さんにプライドはないんですか。6球団のドラ1のプライド、ショルダーが。あれ、欧米かって言ってた。ショルダーが。やべ、むずいね、狙うって投げられへん。お、バウンド変わった。バウンドカード持ってない。頼む、アスカ、お前だけ頑張ってくれ、頼む。やばいっすわ。だね、あれ9枚の待ってたのがね、面白いけど、ね、そうですね。今度あれ持ってくるか、買いますか、簡易的な。待って、なんかめっちゃ罰ゲームさ、まずい。ねえ、おかしい、おかしい。ちょっと待って、やばいぞ。ちょっと先投げすぎた。あのさ、これカット、これもうどうする、これお蔵入りになるよ、これお蔵入りです。これお蔵入りです。逆に楽しいかもね。いや、逆にスーパーを立ったもう終わるみたいな企画5分でしょ。でもこれが YouTube っていうのを伝えたい、ね、そうですよね、これ、あのやらせなし、そう、やらせなしの、これがリアルなんですよ、 YouTube の。ですよね、ですよね、おばさん。何も言えない、もう何も言えない。ということで、第1回 18.44 のキングは私ということでよろしいですか、皆さん。いやー、気持ちいいね。コントロール悪い、お前ら。コントロール私、F から E になりましたね。コナミさん、よろしく。はい、というわけで、今回のコントロールキング対決1回目は、終了ということで。
ぜひね、僕らと対決したい方は、はい、ぜひコメントください。いや、それは俺が言う言葉ね。俺勝ったから言って言って言って、うん、ね、勝たら言って、勝たら言って、はい、もう同じです。以下同文。はい、というわけで、最速で企画終わりましたけども、終わった。まあ、本当に YouTube のね、このリアルさを伝えれたんじゃないかと思っております。はい、今後とも応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。やべえやべえ、マジでもう投げられない。